ということで、どうも皆さんこんにちは、グッドです。ついにね、前回チャンピオンダンデに挑戦することが叶ったんですが、2連敗を喫してしまうというあまりの雪辱、腹さでおくべきかということで、そう、復讐の時来たれり、新たな仲間を、新たな仲間と共にね、チャンピオンを打ち砕かんということで、新たな仲間なんですけど、誰にしますか？まあ自分的にはね、こうあの人にしようと思ってということでね、用心棒を呼んできました。今回はそう、あの時仲間にしようか迷ったあいつ、石変人こと用心棒、ついに雇ってきました。用心棒見てみろ、この左目もういきり立ってるぜ。ほら、もう笑い方が汚い。いいね、誰にいたのやら。ということでね、用心棒と共にチャンピオンを打ち砕きに行きたいと思います。いやー、あの時ね迷ったんだけど、やっぱりもうこいつしかいないなって思ってね、捕まえてきましたね。めっちゃね出なかった。昨日配信終わった後、草むらめっちゃ走り回ってびっくりマーク触りまくったんだけど、全然出なかった。なんとか出たんだけど。っていうことでね、挑みますか。いやー、この舞台に立つのはいつぶりだろうか。またしてもあいつを棒鬼にできる。またしても今度こそあいつを棒鬼にできると思うとな、もう俺はワクワクしてるぜ。っていうことで、決着の時、まあさすがにもう1ゲームで終わらせてやろう。3本選手ね、このゲーム。今 2敗してるから俺。2ラウンド取られてるから3本選手。右から見てるよって、お前敵やんけ。久しぶりだな、ダンデ。相変わらずいいヒゲしてるぜ。いや、マジファンタシースターのキャストにしか見えん、このヒゲ。俺の試合はいつも満員になる。だが、スタジアムのみんながこれほど熱狂してるのは初めてだ。嘘つけよ、おめえ。そのセリフ3回目だぞ、おめえ。アイトさん3回サブスクライブありがとうございます。みんなが3日前のグッズも大活躍。無限ダイナを捉え、ガラル地方の未来を守ったことを知っているからな。伝説のポケモン、ザシアンとザマゼンタと。てかザシアンとザマゼンタって名前思ったけど、次マイナーチェンジ版出たら伝説ザイエローなのかな。ザイエローなの。共に戦った英雄、俺の無敗記録を伸ばすのに持ってこないチャレンジャーだぜ。最強のチャレンジャーの強さを引き出した上で、圧倒的に叩き潰してこそ、チャンピオンの強さが際立つ。さあ、グッズを。ガラル地方の歴史に残る、いや、ガラルの未来を変える、極上の決勝戦にするぜ。チャンピオンタイムを楽しめ。サブスクライブありがとうポーズ。来たね。プルプルしてるぞ、肌が。かっこいい。さて、久しぶりだな。俺の腕も高鳴ってるぜ。あ、心電図測ってる。血圧測ってる、あれ。観客を熱気、はいはい。まずはほっぺスリスリ。おっと、そう、気づいたでしょうか、毒ダミも進化しているのだ。レベル1しか負けてないぜ。さあ、バトルスイッチ。さあ、しびれてくれ、ここで。ありがとうございます。痛えな。まあ、特防ダウン。まあ、ここまでは、まあ、いつも通り。まあ、ここでたたりね。気持ちいいな。まずは1人目。そしてね。次、オノノックスなんですけど、もうね、もうこのゲームで終わらせるんで、
さあちょっと見せますか。無敵要塞陽気比 GX2 ボリュームファイナルネオ完全版、そう陽気比難度67レベルお前に超えられるかなこの高き壁を。おいおいおい、前回はなんならディアゴスティーニの創刊号みたいなもんだ。高いぜ今回は。超えてみろこの壁。ああ超えられそうです。これ揃えるタイプだ。防御力3段アップなら、3段アップなら、あ、素早さ抜いてる。そう、成長したことにより素早さをね勝っていく光合成。これでお前は超えられねえこの高き壁。創刊号だけだぞ、安いのはよ。あとはもうも、おっと早いね混乱で。次もっかい耐えれないんで、あ、抜いてるからコットンガード。戦いの中で、いや戦いの後に成長してきた戦いの後に成長してきたぜ。無敵要塞陽気比 GX ウルトラファイナルボリューム10完全版最終回ネオ。ついに自分のフィールで戦えるようになった。はい、あーもう話にならんね、話にならん。5つ目だけでねこれだけ削り取ります。さあどうせ次特殊なやつ来るんで、それは受けきれないので、もうリーフストーンも打ってしまえ。くたばれ。観客大盛り上がりだぜ。でドラパルトで、ドラパルトはどうしようかなって長年にわたって考え抜いてきた結果、まあ、とりあえずラムネでしばきに行く。瞑想を詰めるか。あ、待ってよ、綿毛で素早さ落とさないとまずいか。さあブルってる。いや、ちょっと陽気比ここで受けてもらおう。引いちゃったけど、ちょ一発受けて綿毛ぶちかましてもらうか。痛かねえんだよ。え、硬すぎんじゃねえお前。あ、クリアボディ、クリアボディか。そういうこと、この人能力下げるね。やりおる。それはそうだった、クリアボディか。やっちまったぜ。ヤイさん2ちゃんポイントおめでとうございます。毒ダミ、毒ダミ一発耐えるか。いや怖いな、ラムネで瞑想積むしかねえ。そう、ラムネも成長してるからな。ブルってるか、まあ、シャドボー2発ぐらい瞑想込みなら耐える、そう信じている。信じる者は救われる。足元をさよならさよなら。これはこれはしくじり申した。シャドウボー来るから綿雨に変えて何もできない。これ前回の流れ、セキトマン。やべ、交換連打は握手か。
いや今ラムネに倒れてもらって行くべきだったか。なんか変な技ありませんように。ニトロチャージ。あー気持ちいい。くたばりやがれ。オッケー、この素早さアップで倒せる。火炎棒。はい、ナイスシュー。気持ちいいな。なんてこったなんてこった。やるじゃねえか。さて、そうそういけますか。今回、前回と違うところが一つある。そう、こいつがいることだ。用心棒出撃。ぶち抜いていくか全員。いくぜ。ストーンエッジ PP5 回復の薬。いやこれは大丈夫、これは大丈夫。この5回で全員倒せばいいから。まずは1人目、2発で倒せるね。なら大丈夫。こいつは2発かかるけど、下の棒早くね。この人じゃ死んだ。耐えない、これは耐えない。早くね、おかしい。これは完全に想定外。こんな早いのあの人。だからクソ、綿あめの技はクリアボディだから、クリアボディだから全部効かないっていう。そう、石変人は特防の取得値がなんと20なんですよね。だから特殊技は絶対耐えない。終わりだ。ドラパルトが強すぎる。いやもうこびるしかない、こびるしかない。いけるいける。とりあえずこびよう。とりあえず取り入ろうぜ。中から崩していこう。終わりだ。わたあめー。という夢を見たんだ。はい、行きます。で、これが悪い例。とりあえずドラパルトがスカーフ持ち石変人より速いってことが判明したので、とりあえず分かったことで言えば、オノノクス相手に、オノノクス相手にラムネが瞑想を1回積まないといけない。で、そっからドラパルトにドレインキス打てれば勝てる。だから陽気比がうまくあいつを起点にしないといけないんだよな。いや違う、陽気比が素早さを下げさせて、よし、7本選手だ。お前の顔も見飽きたぜ。その憎たらしい一番。俺がお前を熱狂させてやるよ。ほっぺすりすり。
俺のメガネが光る。こいつ今しびれる。自覚あり。おいこいつ一生しびれないんだが。はい、たたり目。この人生4回目にしてギルガルト全部動いてる。効果の強い君たちなら当然の攻撃だ。おー、いいね。まあここまではいつもの通り。こっからなんですよ。あー、もう成長してくれ、戦いの中で。オノノクスを、まあ、とりあえず陽気比で受けるしかない。で、まあ、ここはいけるんだわ。もうさっき勝ちパターンが見えた。さあ無敵要塞陽気比 GX ウルトラファイナルナンバーワンネオオータムエディション。名前忘れた。最初からたたり目打ったら多分落とせないと思う。タイプ不一致で威力も半分だから。ああ、気持ちいいね。いいじゃないか。さあコットンガード守りの姿勢。まあここからはね、もう狂ったように光合成を追い続けるだけの人生。で、どうするかなんだよな。激おこで、とりあえずドレインキスでワンパンできた方がいいか。アイアンテール耐えるかな。アイアンテール耐えるかな。アイアンテール耐えるんかな。ラムネがアイアンテールを耐えてくれるか。果たして。動くな、この人も。気持ちいい、高校生気持ちいい。混乱解ける、激凛。陽気比で瞑想いけるこれ。瞑想いける、瞑想しに行くぜ俺は。瞑想するんだ俺。つぶんだ。ブルってる。で、ここでまあとりあえず激凛打ってもらって、あ、そこで引いちゃダメ、そこで引いちゃダメ。出たー。あ、でも一旦くれた、一旦くれたって思うと、それはもうね、ラッキーラッキーフォーユー。瞑想名業止水。俺はな、もらっちまった。この一旦、この一旦でお前の運命は狂ったのだ。その回復の薬、過ちでしたよ。チッ、さようなら。バカめ、薬に倒れるやつはこうなるんだよ。コートチェンジ。いいっす。ドラパルト、お前を直々にぶち殺せる日が来るとはな。気持ちいいぜドラパルト。死んでは見ろ。シャドーボール、さあ当ててみな、急所に。残念。勝利を手繰り寄せる。拡散ですよ。なんてことなんてことは。え、まあな、これはもう、想定内。まあ、これも想定内ですから。さようなら。うん。まあ、ここでフラットに戻してやるよ。ラムネ武装、開始。ついに手繰り寄せた。バリーコール、来た。狂った見た目してる。バリアードの進化系。この足の動きが絶妙にいいな。
まあ、こいつも、あ、そう、フラフラダンスなんだよな、確か。いや、確か俺5時間ぐらい混乱してたんだよ、これで。まあ、こっからですよ。戦いはこっからなんだよ。フリーズドライ。まあ、これ、2発目耐えないと思うから、ここで動いてもらわないと、あ、耐えるか。いや、でも、自分ぶん殴ったら耐えないぞ。だから、そう、ナイス。今回は動く。でも、氷も引かない、もう。もう、お笑い要素ない。もう、今回お笑い要素ないんで。ただただ、ぶち殺す。さあ、フリーズドライ。もう、今回はね、運命力が高い。さあ、混乱。まあ、これは大丈夫です。動きます。なぜならラムネだから。そう。まあ、動いたっちゃ動いた。まださ、落ち着いてない。フリーズドライ。大丈夫。大丈夫。ここで動く。なぜならラムネだから。ナイス。ただ、これはきついか。あ、もう一発耐えるね。もう一発耐える。滅ぼしてやれ。効かないね。俺はもう凍結しないぜ。そう、4回目の挑戦。これは俺の4個目のアカウントという願掛けをしているのだ。凍結しない。3個目までは凍ったが4個目は凍らないという願いを込めた戦い。インテレオン、インテレオン、もうラムネはもうこれ以上は戦えないと思うから、インテレオンか。どうするかな。あー、わたあめいけるか。あいつ特殊だよね。いや、わたあめの暴力で滅ぼしてもらおう。そう、わたあめのレベルもね、やけに高い。ぶち殺して死んでよ。狙い撃ち。はぁ、あー、痛くねえんだよな。吹き飛べ！ふぅ！じゃあな。強かったぜ、お前は。ただ、俺の方が強かった。突破！リザードン。やりますか。行くぜ、満を持して登場！用心棒！うらぁ！まだまだチャンピオンタイプは終わらない。終わらせない！満を持して。何のために用心棒はいるか。お前をぶち殺すためだぜ。第6区。リザードの本気を見せよ。巨大マックスタイム。初めて見るぜ、お前の。2回目だっけ？初めてだよな。オッケー。生意気じゃねえか。行くぞ。初めてのダイマックス。おさて、俺の方が早いぜ。そうでもないぜ。大草原。ただお前の技が特殊技じゃない限り、特殊技だったようだな。ソーラービームか。そうか、ソーラービームか。用心棒。エスカってる、エスカってる。あー、ちょっとずつ削る。ダイジェット。何それは。
エアスラッシュか。何？素早さが上がった？いや、ラムネさすがにこれ以上戦えないはずだから、ラムネをとりあえず出して、ダイジェット使わせちゃダメだこれ以上。動け、なんか過ちを犯せ。もうダメだ、ダメだ、よしんぽん、なんかあの人ムキムキになってくる。さあ小さくなる。俺に残された勝ち筋、つらな、まひらせるんだよ関東で。まあ御三家の力ってやつを見せてやろうじゃないか。たもうさすがにダイヤマックス終わったらワンパンで殺される技はない。とりあえず飛び跳ねるぞ。原子の力、いやまあこれは大丈夫、全能力アップ引かなければ嬉しい。さあ引かないでください、ありがとう。行くぜ、行ってきます。はい、まひらせろ。あ、それここで持っている男がいつも、さあしびれさせます。さようなら。もう一発、もう一発ある。さあまひらせろ、これは耐える。急所やめて、急所やめて、ほんとに。今そういう急所とかつまんない、つまんない。ナイス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 。全能力アップ引いた。マイナスロー。はい、マイ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 。頼む。マヒラ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 。ガいや、陽気ひもだ。毒ダミがなんか大変じゃね？待って、とりあえず陽気ひで技を見てくか。いや待って、いつも最後に決めてくれたのは誰だ？そう、毒ダミなんだよ。もうここはあいつを信じて一旦素早さをとりあえず落としとくか。いや、一発耐えるならハイパーボイスでいいんだよ。とりあえず大文字反省。なんでやきぃ。ああ、申し訳程度の素早さだよ。ただあいつ特攻が上がってんのが辛すぎる。特攻が上がってんだよ。だ大文字以外で落とされないだろさすがに。魂の大回避見せてくれ。避けろ。という夢を見たんだ。学んだぜ。とりあえず光の粉だな。用心棒、光の粉だなお前な、うん、で、あどうしようかな。もう光の粉だなとりあえず。光の粉しかねえわ。でもそれで勝てるはず。よし、行くか。うん、ガルド他の突破仕方あるかな。セキトバで行くか。セキトバ言わんとこなんか役割がそんなにないから、もうセキトバで行くしかねえか。
ドクダミにつなげよう。俺の試合はいつも満員になる。だからスタジアムのみんなこれほど熱狂してるのは初めてだ。みんなが3日目のグッズも大活躍、無限大なおんな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 んチャンピオンタイムを楽しめ。始めよう。新たなる戦い方を生み出した男、はい、とりあえず火炎ボールをぶち抜いていく。一撃で殺せ。チリも残すな。本当にお前やるんだな。これはでかい。ウケるでしょ。おい、縦のガルドワンパンはでかいんだけど。おい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 、いきなりゴール入っちゃった。メッシュ、毒ダミの体力温存できた。戦いの中で成長している。いくぜ。無敵要塞陽気比 GX ネオウルトラハイパーローリングサンダーファイナルオータムエディション2019冬ネオ。さあ肩破ってくるが、まあ、それはもう関係ない。とりあえずコットンガード、いつものコットンガード。痛くないね。さあこのコットン、俺の身を守るし、綿たちを、綿たちをどうしてもダサいの。そして光合成、光を浴びて俺はさらに強くなる。さあ当ててみろ。痛くないですね。とりあえずひたすらで次なんでは、じゃあのラムネをしれっと混入させる方法を求む。ラムネをしれっと混入させる方法で、初手からドレインキス打ってドラパルトやれるかな。やってみるか。とりあえず混乱してで、どうしようかな。もう一回光合成挟むか。で、回復読みでいかないといけない。え、これじゃあ違うのか。これ回復来る？ここ回復？いや、回復されてもさ、いや、タイミングミスったな。タイミングミスったか。タイミングミスったか。まあ、いや、とりあえずラムネ、ここだな。遅れた中では、今が最速。溶けた。お、ナイス。ナイスだけど、え、変な時に来ちゃった。変な時に来ちゃった。やべ、変な時に来ちゃった。変な時に来ちゃった顔してる。もういいや、そのまま行く。ああ、ほいえ、ほう、早い。早すぎじゃね。え、世界が滅んだ。どうするこれ、激ヤバなんだけど。待ってよ、毒ダミあり、毒ダミありだな実際ここ。待って、じゃあ毒ダミ使ったらバリコールを、だからあいつ、あいこいつとバリコールどうにかして、で綿アメがインテレオン倒して、最後メガを、いやどうしようかな。麻痺が欲しい場面が
来そうな気がする。いやーどうする。いやお前なんだよキーマンは、お前なんだよ。待てよ、あ間違えて B 押しちゃったいやまあ結局、まあまあ結局あれだからな、ドリンキス、あ避けるからこれ。待ってよ、このじゃラムネもう ごめんなさいのし、ここセキトバなんだわ。ゴーリン、ここでセキトバを呼んできたその理由教えてやろう。ニトロチャージ、俺の運が良ければニトロチャージで倒せる。あでもこれもう一発耐えるぞ、特防ダウンしなかったら耐え殺せる、いけるぜ、吹き飛ばしちまえ、いけるぜ。まだまだ焦る時間じゃない、まだ焦る時間じゃない。 OKOKOK、 あ今引いてももう関係ない、今引いても関係ないね。九州で取り返せ、九州で取り返せ、いけるぞ。お前、お前のボールは必要で九州を狙うことで有名だ。ああってなると次陽気比でいくしかないな。いや待てよ、いいんだ用心棒だここ。いやスカーフじゃなくしたんだったスカーフ、あこういう時にスカーフが欲しくなる。光の粉とかいうしょうもな運ゲーやってる場合じゃないからなあーまあとりあえず陽気のハイパーボイス、あー近えた、あー2発する、ありがとうありがとうおぶねーおぶねー、間違えた、リーフストーン、焼き尽くしておしまい、くたばりやがれ。いや次バリコールがめんどくせえな。用心棒やれる、用心棒いけるか。おいおいお前何のために用心棒の名前を背負ってると思ってんだ、見せてやれ何故お前が用心棒なのかを、その拳で語るしかない。ああもう足遅そうだぞ見るからに、一撃でステルスロックしてる時間ある、ないないな、ないないない、でこいつフェアリー入ってる説ある、ヘビーボンバー、死んだ死んだ、用心棒用心棒、そんな、どうする、いやいけるぞ、まあ、とりあえずホスペリペリ、えペリペリの方が早いんだね、あいや耐えるよ、毒ダメ硬いもん、おお天よ、何故我を見放すのか、わたあめはインテロに取っておきたかったから行くしかねえ、一矢報いろ、フラフラダンス、
狙い撃ち。お前を殺して俺も死ぬ。ぐわっ。という夢を見たんだ。今日は3度寝してるから。まあ今回は運負け要素があったんで、やっぱりスカーフだな。これスカーフ大事だわ。でラムネのお守り小判を光の粉にしよう。で、貝殻の鈴は、なくていいから、物知りメガネ、磁石にするか、ありだな。はい、行くぜ。俺の試合はうんぬん。さあ行きますか。今回は待って、関戸場で開幕ぶっ倒して、オノノクスの時にステローマクに行こう。さあ行くぜ。まずはこの対面。いや、お前の火力ならば急所じゃなくても倒せるはず。ぶち抜いてやれ、その盾を。ノイズ？急所なくても倒せるんだよな。暴力的威力。で、オノノクス。いや、でも待ってよ。陽気比から受け始めないと。ステロマーク時間がねえんだよな。だから、まあ、結局、オノノクスは、放っておくと大変なことになるから、無敵要塞、陽気、GX、ウルトラファイナル、ウォーターミレーション、春夏冬。まあ、これで、ぶち殺せばいい。結局、お前しかいねえんだよ。あの、暴れん坊を止めれるのは。行くぜ。でもあれだな、そう、回復の薬のタイミングでラムネに引きたいな。あー、これもね、痛くないんですよ。痛くないんですよ、鍛えてるから。いや、用心棒いつ使うかな。それでもう一回コットンガードかな。結局急所食らったらワンパンされることは、体力マックスからでもワンパンされるから、急所もらうと。もうこれはとりあえずコットンガード積んどけって話で、ドラパルトこのまま陽気比でできるだけ相手するか。ここはもう陽気比で粘っていく。
ただこいつ回復してくるんだよな、小尺な野郎だから。激凛で、激凛中って回復の薬使えないよね、まあ、とりあえずハイパーボスでも落とそう。死んでくれ、放置してると大変だからな、陽気被害相手できんからこいつ。いやでも用心棒なら倒せるのか、魔法の粉確かに。まあラムネは魔法の粉みたいなとこあるけど、相手をエスパーにする、はあ、とんでもねえな。でドラパルトそのまま行こう。で放射がだるいんだよな、どうしようかな。そのまま行こうと言ったものの放射がめんどくさい。とりあえず光合成半分食らわないから、まあ一応光合成でちょっと回復できるちょっと回復できる、あんま変わらんな。待てよ、これは自利品というやつだわ。自利品ゲーミング、あ PP 枯らせばいいんだ。いやもうリングストーム打っとくか、ダメだ自利品ゲーミング綿毛が効かないの強すぎだろ。でそうリーグストームで半分まで減らせばいい、とりあえず。そうこれでいい、でもこれで勝った。もう陽気はもう十分仕事した。いやでも引っ込めてよかったか、いやまあいいや。何がクリアボディだ、半分いってないから。ただ石飛ばの火炎ボールでワンパンできる、この体力なら。そんなもんかよ、本当のボールってやつを見せてやるぜ。うわーエターナルプリズン、倒せませんでした。え、とんでもねえやってること、うわ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 。ただ俺はニトロチャージをしたぞ今、戦い方ってやつを教えてやるよ。飛び跳ねるひょい、当たらないねさあお前ここでバヒって動かないぜ、それが俺の運命力だから。さあしびれろこれが世界の取り方だぜ、くたばりたまえ。ドラパルト安定突破、そしてドラパルトを素早さ上がった状態で倒すのはガチででかい。インテレオンか先に、インテレオンならば綿飴お前がやれる。えまい ぶち殺してやろうぜ。俺がインテロンだ、分からせてやる。涙目こび始めたな、そんなんじゃななびかねえぜ。結局2発、狙い撃ち。これって急所に当たりやすいとかあんのかな、技名的に。ない、ないか。さよなら、綿飴はもうこれでお役ごめんだ。バリコール、もうこいつは石飛ばでどうにかするしかない。さすがに素早さ勝ってるよね、さすがに勝ってるあ、こんなおっさんに素早さなきゃったらもう石友の名前返上しないとな。そして当てる、ナイス
ぶち抜け、ナイスセーブ。関戸温存できたのはでかい。ついにリザードンか。ラスボス来たー、ラスボス来たな。どうしようかな。とりあえず毒ダミで開幕ほっぺスリスリ、ほっぺスリスリするしかねえか。ほっぺスリスリだな。毒ダミならいける。一発じゃ倒れんはずなんだよ。まだまだチャンピオンタイム終わらない、終わらせない。でスライスを半分にしてしまえば、こっちのもん。リザードの本気を見せよう、巨大マックスタイム。心得耐えなきゃ。毒ダミじゃない、お前麦茶になるぞ。名前がチャンピオンタイムを熱くするリザードに巨大極炎だ。何が巨大極炎だ、分からせてやれ。真顔で耐えろ。真顔なんだよこっちは。おら急所、急所開いたか。いいぞチャレンジャー。よくやったよくやった、お前が決めろ。おいおいおい、どうしたおめえ、スマイス下がっちまったな。ぶち殺してやれ、うるぅ。お前がいてよかった。もうさすが用心棒だぜ。はあ強かった。パンカスさん役目いただいてます。チャンピオンタイムイズオーバー、最高の試合にありがとう。ドットコムちゃんさん500ビッツありがとうございます。はあよかった。毒ダミ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 いてよかった。モノナギさん100ビッツありがとうございます。ゴンベいつもおめでとう。無敵のチャンピオンを倒した、君が新しい無敵のチャンピオン。君という素晴らしすぎるポケモントレーナー、心の底から称賛する。顔、君が強くなった今、俺も未来のことを考えよう。未来につながる今現在を俺たち大人もより良くする。俺も大人なっちゃうと思うから。さあクイツボ、これからも自分自身とパートナーのポケモンを信じて突き進め、自分たちが望む明るい未来を作る。服、ジムリーダーの服じゃなくなっとるけど。ガラのみんな、今ここに新しい伝説が生まれた。グッズボすごい力を持つものならどんな未来でも描けるだろう。クリスオが見せてくれる未来、みんなで楽しみにしようさ。だってよ、ということで軽く殿堂入りしちゃいましたね。新たな仲間、新たな仲間がいたからこそもぎ取れた勝利でしょう。アキラビさん100ビッツありがとうございます。スーテンさん100ビッツありがとうございます。ザコメシさん200ビッツありがとうございます。ニャンココさん100ビッツありがとうございます。
いや立ちふさぐまがめっちゃ出てくるめっちゃ出るやん。たらこつぶつぶさん18ヶ月サブスクライブありがとうございます。くしあきさんいいやつビッツありがとうございます。立ちふさぐまってボーカルなの？これって殿堂入りなの？殿堂入りではないのか。ポケモンってクリアのこと殿堂入りっていうみたいなとこあるよね。殿堂入りではねえか。やっぱ5匹だとね、きついんだね。いやでもよかった、最後。いい感じの戦いで帰ったわ。もうまさにチャンピオン戦にふさわしい戦い。昨日、まず急いで、イシェンジン。異星人どこやっけと思いながら捕まえてね、もう全然出ないしね、まあ、用心棒最後ね活躍してよかったわ。やっぱ見せ場がないと。陽気比はね、まあ、最初2段階進化ってことであれだったけど、2段階かなったけど、いやーよかったね。陽気比はすごいめっちゃ頼もしかった。コットンガード覚えてからめちゃくちゃ頼もしかったな。ダイマックスいらない説だった。いや全員強かったな。二段階のやつらが一番活躍してる。二段階のやつらって誰だよ。そう、関戸場をちょっと最後甘く見てたけど、さすが御三家枠だけあって強かったね。あ、ドクダミって二進化だっけ。あ、これ二進化か三大会進化の貫禄あるから。そうか、確かに二進化勢めちゃくちゃ強かった。うわ、何？野菜？野菜のジムのミッション的なやつ？あれあったよね。最後、羊毛が締めるんだ。ザ・エンドってね。ご視聴ありがとうございました。ということで、ポケットモンスター、ソード。はい。俺たちがチャンピオンだ。ラムネラムネお前かわいそうにラムネ用心棒で場所変わってもらおうおー、もうちゃん、もうここ、おかしいよね。あ、なんか目覚める。目覚めるよね、これ。目覚めないよ。まあ、行けってことだろうな。いや、この最初の家から始まる感じね。いやー無事連取りしたな。途中
オノロクスを倒すために、オノロクスって、まあ、地震があるんだけど、地震避けるために用心棒に最初風船持たせてたんだけどね、野生と戦って風船割れて風船なくなっちゃったっていう悲しい過去もあるけど、そのおかげでスカーフを持たせることを思いついて、まあ、結果良かったと、ハッピーで風船ちょっと取りに行かないとな。新寮さん1万ポイントおめでとうございます。なんか来たんだろ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ルギーさん2回サブスクライブありがとうございます。チャンピオンおめでとう。私からのお祝いですよ。お、あ、このタイミングでマスターボールもらえるんだ。いつもなんか悪の組織のどっか変な部屋にあるみたいな印象あるけど、マグノリア博士、わざわざお越しいただくなんて、グッズはそれだけのことをしてくれたのです。ダイマックスを引き起こす願い星は無限ダイナの一部、その無限ダイナが目覚めさせられ、ダイマックスのためのパワーが各地にみなぎりました。あのままではダイマックスとポケモンたちが暴れ回り、ガラが混乱したのをグッズボたちが作ってくれた。とはいえダイマックスはすでにガラチャ本の大事な文化、みんながダイマックスの力を正しく使うことを願います。それではね、グッズをあなたのしたいことをなさい。マグノリ博士、ダイマックスの研究をなさっていただきに委員長のこと悩んでいるのね。いやー、あ、卵あんじゃん、これ食えないんだね。なんだっけ、あ、そうだ、この人が俺最初ネミーに見えたんだなんかそう、ここの装備になんか入ってたなと思ったけど、ネミーの人だな。あー、まあとりあえずクリアしちゃったな。てか20時間やったんだね。とりあえずまどろみの森見に行くか。あ、そうだ、この辺のやつ捕まえとこう。イエーイ乱獲乱獲。図鑑埋めてこうな。1だって経験値。欲張りっす、欲しがりだった。無益な摂取してない。面白いように捕まるぜ言ってたな最初。ボール、ボールとか買ってないんだよね俺もらったボールしか使ってない、てかもらったボールも使い切ってないっていう、これは最初にもらったボールなんだよな最初にもらったボールまだ持ってるんだけど、買ってないからショップ全然使ってないもんな。ああ、もういいんすよ。いやー、ここはどうしよっかな。先図鑑完成させるか、先対戦の準備するかな。まあでも色付加しないと思うから。え、ヒカオマってもらえんの？図鑑埋めたら。ああ、もうすごい。もらえるんか。いやー、え、あ、サッチムシ。ヒカオマもらったのいつだっけな。オメガルビーと、オメガルビーと、ど、なんだっけ、サンだっけ、でもらったんだよな、ヒカオマは。
割と氷川ももらうのはもういつもの流れだから、もうとりあえず取りに行きたいけど。X でボール投げることをね、でもすぐに忘れてしまう。で、クイックボールめっちゃ買うか。とりあえずクイックボール120個ぐらい買うか。うおー、シールド限定はまあ大体いつも GTS で捕まえてるけど、そういう限定系とか交換系はムンナちょっとレベル高いからと思っちゃう。お、え、あ、そういや水は垂れるんだった。え、技マシンある。わお、あ、え、命の玉あんの、ありがてえ。え、で、ここ何、あ、命の玉専用。え、 GTS ないんだ今回。何ミストし、あー、へえ、そんなのあるの。ポケモンクリアしたときは一気にできること増えるよね。ちょ、え、何この人は。イオルブって何、イオルブって何。あ、絶対ワンパンなんだけどえ、絶対この人ワンパンなんだけど、見た感じワンパンできそうなんだけど、やだな、捕まえたいんだけど。あ、サッチムシこうなるの。へえ、ミラコ持ってんね、なんか。まあ、せっかかな。意外と硬いんだけど、硬くなりミラーコートしてくるし、カウンターないんかな。やべえ、最初のボールがなくなる。わお、大事なボールなのに、思い出のボールなのに、思い出のボールなのに積み始めた。ハイパーボールとか持ってないんかな。あ、スーパーボールあるわ。性能いいって書いてるし、いけるだろ。うん、イオルブ、賢いポケモンとして有名俺みたいに、俺も賢いポケモンとして有名だから。イオルブと張り合うところ、こっちだっけ。うわ、よし、じゃあ俺のニトロチャージを耐えれたら捕まえてやろう。耐えてみろ。なるほど、やめてあげてよってやつ。まあ今日はとりあえずここの様子を見て終わるかな。あれ、グッズボア、お前こんな森の奥に一体どうしたんだ。え、何かに呼ばれた気がしちゃって、なんだか不思議だな。俺はちょっと考えようと、誰も来なくて静かだからさ、ザシアンとザマゼンタが眠ってた森だもんな。そうだ、グッズボア優勝おめでとうだぞ。まさかグイツボがガルル最強無敵の兄貴に勝ちまなんてさ、なんだかまだ信じられない。グイツボは本当にすごいぞ、すごすぎてよくわからないぞ。グイツボ、もう一度と勝負してくれよ。
最近のチャンピオンだった兄貴に勝った相撲強さ、俺も確かめるぞ。準備ができたら声をかけてくれよ。無益の殺生はしたくないんだから。山田さん、イチャミツ、ありがとうございます。下手に倒すと、お前を殺せば兄貴は無敵に戻るのではって感じで包丁で刺されて、ゲームエンド。漆器水さん100ビッツあります。漆器水さん100ビッツあります。あと、いい傷薬使っとこう。あ、一万ビッツって言った俺。あ、いい、似たようなもん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 。ちょっと頭でいくか。ポケモン勝負だぞ。準備はいいか。いくぞ。海岸。あ、動き一緒やもんな。バイオも。まあ、とりあえずこびる。やってんねえ。いたかねえんだよな。いてえんだよな。こびこびゲーミング。新規水さん100ビッツあだます。えっ。やってんねえ。その技、ちょっとやめてほしいな。削るな。うわ、やば、6段上げた。こいつ、兄貴じゃなくて、おい、誰の参考にしてんだ、その戦い方。いいや、ぶち抜いてやれ、取っておけて。え、早い。でも、甘えるで下げてるから、死にはしない。取っておけ強っ。あ、いや、惜しい。いや、強い。さすが、取っておき。初めてのお披露目。カビゴン。いけるかな。取っておき。ドゥーン。勝てん。いや、耐えるね。うん、なんだかんだ耐えるね。ちょっと用心棒無双やるか。でもアームハンマーなら大丈夫。勝った。もうそれを見せてくれよ。よいしょー。次はう、うだー。う、ぶち抜けんじゃね。こいつ物理したため抜群食らっても耐えそうだな。ぶち抜け。いや、強い。いや、強い、用心棒。強い。急に強いじゃん。弱者に強いからな。ゴリランダー。さすがに、きつい。いや、いける。これは試練。露骨に草タイプだけど。あえてね。おいしょー。え、やるんじゃねこれ。耐えるっしょ。ドラマタック。よくわからんけど。そこ叩くんだ。ペチ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 やめろよそれ。ほっぺたを重点的によ。 S 下がんの。抜けるこれ。え、抜ける。用心棒早いから困る。ドラムアタックか。大変かったね。バチンユニ。バチンユニってなんかしてきたっけ。よくわからんから、毒ダミで行くか。どうしよう。ダメで行こう。
ブルってる。まあ普通の最高原始でいいかな。絶対痛くないもんな、こんな。電気毒だよね、多分。電気毒でいいんだよね。タイプがわからん。アーマーガー。電気単タイプなの？お前が強かった。ストーリークリアでこんなレベル上がるもんなんだな。悔しいか。その悔しさを糧にしろ。お前と俺とではこれほど実力の差があるのかよ。7200円しかくれねえぞこいつ。無敵の兄貴に勝った無敵にはかなわないか。あんたちょっと騒がしいんだけど。なんてね。ソニアじゃん。いつもチャンピオンおめでとう。いい。なに謙遜しちゃったよ。もっと胸張っちゃえ。こんなとこに何してんだ助手の仕事は。ほぼ実はね、私もう助手じゃないの。晴れて博士になったんですよ。おあなたたちには本当感謝してる。一緒に冒険したからガラの歴史をもっと知りたいって思えたし、ポケモンのことをもっと好きになれたしね。これ私が書いた本、サイン付きレアものよ。俺はもう買ったぞ。あつまみ並んだぜ。おら、あら、ありがとう。あとでサイン書いてあげる。おばあさんにも認められたし、本も出版できたし、ソニア博士の活躍にこれからも期待してねー。うん。ソニア、僕いつもすげえよな。尊敬するぞ。ね、あんたは実際ここに何してんの？え？あ、いやー。あ、わかったわ。口先と口先、返しに来たんでしょ。あんたずっと借りたもんね。ああ、そうだった。忘れたんかい。てっきりザシャンとザマゼンタ絡みかと。グチさん森に呼ばれた気がするってのはもしかしたらそのせいかもな。助けてくれた俺行って剣立て返そうぜ。そしたらまたザシャンとザマゼンタに会える気もするしさ。返すよ。遅くなったけど、お前たちの大切なものを返すぞ。よし、こいつも一緒に戻ろうぜ。ソニアどうすんだ。私はもうちょっと森を調べたいから。あ、パワースポット探しマシーンが反応してる。おや、何から騒がしいと思えば。けん、立て。おや。もしあなた、ガラの歴史を書いた、ソニア博士では。え、あ、どうも、本買ってくださいからですが。ええ、隅から隅までくまなく見ましたと思う。ええ、インターネットでレビューも書きましたとも。まだ届いてないけど、期待を込めて欲しいつつです。ちょっと何よ、予算書いてないし。おい、失礼だぞ。俺はそっと。あ、我だった。我はシルティ。我々こそガレルの純粋なる血族。セレブリティ。純粋？血族？何言ってんだ。あ、実際何なのよ。おや、こちらにあるのは、九段の剣と盾では？おや、なんとこけてない。まさに偽りの剣だって、末さるのがはばかられます。そんな陽気な音出さんといて。その効果音違うよ。黙らっしゃい。我々は落ちてるものを拾っただけ。文句を垂れるならば、これが誰のものか証明できるんですか？ぐぬぬ。それはできないけど。ザシアンとザマゼンタの大切なものなんだよ。やれ、平民のくせに意外と押しが強いですね。そこまで言うなら勝負いたしましょう。我々、売られた喧嘩は2倍で値段で買うセリフ。なんなのそれ。あなたはこのソットがお相手しましょうぞ。え、ここでそぼろだ。剣つながりのやつ出してくんの。え、ヘルス回復してんのかな。毒ダミ戦闘ってことはヘルスで回復してねえな。ダメだ。あの、4対4だからちょうどいいか。マヒレ。剣前？
悠長なんだわ。舐められてんな。他何出してくんだろう。剣、ギルガルドいるかな。でもあいつ剣と盾で両方やからな。キリキさん。いや、あとなんだろう。キリキザンかっこいいよね。キリキザン好きなんだよな。こいつも鋼タイプだしね。こいつはね、火力が、剣の前。ただこいつの剣の前はちょっと怖い。不意打ちがあるからな。不意打ちがあるから、不意打ちされてもいいように要件変えとこう。筋切り、まあいいや、落とした。負けん気やべえぞ、めんどくせえ。まあ死んだけど。愚足武者、愚足武者は毒ダメだな。とりあえず帰らせるか。バイバーイ。ワンパンか？ワンパンだ。出会い頭してこないんだね。二段ギル。二段ギルで止めてんの？奇跡二段ギル？ふん、刀出しておしゃれ、そろそろ本気でいきましょうか。え、でもこれで二段ギル出してくる、なんかありそうだよな。もうとりあえず場開くとくけど、辻斬り、剣の前とか辻斬りとかしか、なんかそういうのしかしてこないんだけど、ロールプレイしてる。おお、なんたること、我のポケモンが。お、くっ、なかなかどうして強いではないですか。我のちょっとお散歩用の可愛いポケモンを倒すと。しかし弟は何なく勝利したようですね。ごめん、グッズも俺負けちまった。少年よ、悩み事でもあるんですか。勝利全く集中できてないようでしたが。ところで兄者、やめ、危ないです、危ないです、それ。もしやそういうやつ、無限大のおすすめたものよ。よく見れば、我の手柄を横取りした例の子供ではないですか。勝負ではそのご先祖様が描かれた偉大なる壁画が壊された現場にも居合わせたか。ななんてる罰当たりは、磯岡が誇るあの壁画を。壁画ってザシアンたちの遺跡を隠した、あの、手を壊したのグッズボじゃないし。今は身を引きましょう。次は今より強いポケモンでコテンパンにしてあげるんです。そうですね。それでは、グッドバイ。あ、待てよー、クッション立て返せー。あー、もう無理、鉄砲に逃げかけちゃって。ミストはさすが落ち着いてるね。ホップがあんな奴に負けるなんて、ね。勝負を焦ってたように見えたけど、そのせい。ライバルのグッズとかチャンピオンになって、皆さん目標がなくなったのにあいつも悩んでるのか。セラソート、ソットとシリディだっけ。さっきのあいつらの行方、ちょっとわかるかもなんだけど、ブラッシータウンの研究所で詳しく話さないかな。聞くまでもないよね。ありがとう。よし、それじゃあ後で、ポケモン研究所持ってね。ブラッシュタイムは飛ぶか。ホップのポケモン全員やっちゃってたからな。ホップね、ホップ素で戦ってたんかな。ソード、シールド、マイナーチェンジは素でって噂あるしね。ポケットモンスター素で、その伏線かもしれん。そう、これでソッドとシルディと素でが揃ったっていう。あ、だから素でなんだ次っていう。
まあ行くか。あれだっけ、どの辺だっけ研究所って。あ、下か、右下だ。あれ実家だ。そうだそうだ。あら、ソニア博士、お客様です。いらっしゃい。私の上司さん、研究が忙しくなって手伝ってもらってるの。ローズ委員長が集めていた大量の願い星、今この研究所で預かってるんだけど、彼女がテキパキ整理してくれてね、すごくできる人で本当に助かってんだよ。いや、そんな、おめえができねえだけで。チャンピオンのごちそうさんですよね。お会いできて嬉しいです。よろしくお願いしますね。ちょっと来てよ、見てもらうものがあるんだ。パワースポット探しマシンって覚えてる？ダイマックスできる場所、ガラル粒子が多いところに反応する装置なんだけど。ビンゴだ。あいつらの近くにいた時になぜか反応したの。つまりね、パワースポット探しマシンの反応を言えば、シーソーコンビがいるかもってこと。シリディと外の頭の文字取ってシーソー。呼びやすくない？そんなわけで、ガラルの至るところに仕掛けたパワースポット探しマシン。これ伏線だな。だから、あれなんだわ。アクセス！マイナーチェンジマンの素手が出たら、シースーコンビになるっていう話だろ。もうすまん。あ、これか。わーっちまったぜ。次、シースーコンビで来るのはマイナーチェンジマンで。わっ！予想以上の反応。場所はターフスタジアム。スタジアムはダイマックスできるから反応してもおかしくないけど、これほどの数値は異常だよ。無限大だ。間違いよね。グツボが捕まえたし、もしやシーソーコンビと何か関係があってる。グツボこの騒ぎ、チャンピオンとして見過ごせないよね。グツボのタウンマップでも粒子の反応を見れるようにしといたから迷ったら見てねー。ってことでね。ここはなんもねえのか。いいなぁ、この研究所やっぱり。闇があるんだけど、この奥。これは何？じゃあこのまま行くか。まあとりあえず、逃げるのかな。逃げないことを祈りつつ追いかけていきたい。ホロロさん一番ビッツありがとうございます。いやー、野菜来たぜ。野菜お、君はお、チャンピオン来てくれたんですね。のんきに挨拶ですね。新しいチャンピオンはダイマックスより大物ですよ。じゃあ、姉さんとは液晶見まっちゃう途中、トレーナー不明のダイマックスポケモンが乱入してきましたね。観客やスタッフたちを避難させていたんですよ。ギャーン、北側の観客、全員避難終わったぞ。聞こえたと思うけど、ダイマックスはまだ暴れてる。おっさん、助かりましたよ。さすがジムチャレンジャー。頼りになりますね。セミファイナルトーナメントで敗退したけど。あ、グイツボ。赤いのと青いの、追いかけてはターフスタジアムに入っていくのが見えてさ。後をつけたら突然こんな騒ぎになって、放っとくわけにもいかないし、手伝ってたんだ。だけどごめん。あいつら見失っちまったぞ。ああ。ホープさんが見かけた怪しい人物を気になりますが、今も追われてるダイマックスポケモンをトラックさせましょうよ。非常に手を空いたっすよね。チャンピオングッズさんも手伝ってもらえると嬉しいっすよ。いきますか。おい、準備はしっかりとしてっすよ。いいか。ぶっ殺せるだろ。ポケモンに罪ありませんか？ステージを邪魔されたらちょっと許しがたいですよ。ほら、元チャンプの弟よ。元チャンプの弟。友達の兄貴の友達。友達の兄貴の友達の父親。俺がついていても近いになれるかどうか。みんなの足手まといになっちゃうかもしれないし。多分ですけど、断念なら迷いませんね。道には迷うけど。いきますよ。わかってるぞ。
姉さん兄貴とかなんか何かと世話してくれますね。さあ僕たちも行くとしますか。お、レイドか。あまあ、そういうね。そういう感じか。雑な巨大包容で。せい。地獄好き。あ、強い。叩きつける太鼓とタイトル。ニコ勝てえな。おメロメロなったお前図体でかくなってもメロメロになるんだな。アップ竜だ。竜舞したいわ。 AS 上がったけど。竜派、竜舞して竜派。いや、綿飴おっそ巨大包容ニコ。お、いいですか。どうあーやべえ、動いた。大フェアリー、頑張らん。なんだっけ、あのドラゴンカジッチュの進化系だっけ。むぎゅーしゃなりなんだこいつ。あー、とりあえず一段落ですね。ダイマックスやはり好きになれないですね。姉さんのダイマックスや相変わらずっすね。さっきのダイマックスはなんか気に入ったね。トレーナーがいなかった。それポケモン自身も力を制御できなくて戸惑っている感じだったですね。ダイマックスは通常ダイマックスバンドにポケモンが応えることで発動しますが、ポケモントレーナーのハーモニーにノイズがありましたよ。嘘だな、明日。確かケドラですね。グチャムラーシーナーチです。グチャムラーズエクスマーシです。メドラーシーナーチです。それです。バランスやりちゃいます。何、リアリーグカードって。急になんか方言混ざってね、これ。シャナララ。おやおやおや、あのダイマックス抑えましたか。おやおやおや、さすがはリーグチャンピオン。え、そこにいんのあなたのものはないでしょうね。だってあなたのものでも返しませんけど。なんだと、そこから出てこいよ。どなたですか。観客やスタッフが避難させたはずですよ。世俗のルールは我々には関係ないこと。そう、それこそがセレブリティ。あ？と言いますか、なんですあなた、変な髪型。おまけに全身白黒。ナンセンスね、ナンセンスですね、兄じゃ。失礼な人は信用されませんよ。しかし実験は成功ですね、おっとじゃよ。ええええ、次はもっと強いポケモンをダイマックスさせましょう。ええ、最終的にはザシアンとザマゼンタの本性を暴いてやるのです。ザシアンとザマゼンタが何だって。憎きチャンピオンよ、我々はこれからどんどんダイマックスを暴れさせます。止めたくば、せいぜい我々の華麗な押し入りを追いかけてくることですね。うん、セレブリティ。それでは、グッドバイ。待て、この騒ぎ。お前らの仕業だったんだよ。ホープ。相変わらず、落ち着きねえをノイジーだね。で、でもあいつら逃げちゃうぞ。トラップの可能性もあります。不用意に追うのは犯罪ですね。でもさ、いや、待ってよ。
それで OK。少しクールにお願いなさい。あいつはポケモンにやりたいなって言ってたことからほぼ確定ですね。しかも、これからやれって言った。許せんな。だよな。クッシャー盾を取り戻すところじゃない。嘘、お姉さん。あの二人を止めないと。玉ねぎや長ネギの入った。玉ねぎや長ネギの入ったのしか見えなかった。ということでね、皆さんもぜひ、すき家の、ネギの牛丼、ネギ玉牛丼、美味しいので、ぜひ食べてみてください。っていう感じで、今日の配信はここで終わります。お疲れ様でした。ということでね、対戦の準備とかもぼちぼち進めながらやっていきたいと思うので。じゃあす。バイバイ。